トヨタスタジアム、トヨタスタジアム、トヨタスタジアムは愛知県豊田市の豊田中央公園内にあるサッカー、東急儀専用スタジアム。施設は豊田市が所有し、株式会社トヨタスタジアムが指定管理者として運営管理を行っている。二千二2 f i f a ワールドカップの試合会場とすることを念頭に、工術、豊田市が総事業費451億円を投じて、 建設したスタジアムであり、陸上競技場ではない球技専用スタジアムとしては、埼玉スターム2002に次ぎ、日本国内で2番目の規模を誇る。黒川気象建築都市設計事務所などが設計を担当した。日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟する名古屋グランパスのホームスタジアムの一つであり、会場以来、ホームゲームを開催している。また、毎年8月には、 トヨタ国際ユースサッカー大会が行われている。また、トヨタ市に本拠を置くトヨタ自動車がオフィシャルスポンサーを務めていた FIFA クラブワールドカップでは、日本で開催された2005年から2008年及び2011から2012年の大会において、開催会場の一つとして選ばれた。ラグビーワールドカップ2019の会場として使用される。 球技専用スタジアムのため陸上競技用トラックは存在しないが市民マラソン大会であるトヨタマラソンや豊かスタナイトリレーマラソンの会場となる等市民を対象とした陸上競技イベントも年に数回開催されている。マスコットはトスタくん。2001年7月21日に誕生。頭はサッカーボールで緑色の髪の毛は芝生。 前日の通り、トヨタ市が公費で建設したスタジアムであり、トヨタ自動車は建設費の支出や、施設の所有、命名権の保有などを行っていないが、英語での名称がトヨタスタジアムであることから、ラグビーワールドカップ2019の大会組織委員会は、これがブランドとの間の何らかの関係を示唆または暗示する名称であるあるいは、 ラグビーワールドカップリーミテッドのライセンシーによるコーシャルライツの講師と競合すると指摘、ワールドラグビークリーンスタジアム参照、豊田市と協議した結果、大会期間中の英語名称を豊田市の所有であることを強調したシティフトヨタスタジアム都市、正面ゲートのトヨタスタジアムの名番を一時撤去するなどの装置を行っている。また、会場内の開催と指名表記においても、 他の都市の例、東京、横浜などと異なり、シティ・オブ・トヨタ表記となっている。なお、日本語名称は、ラグビーワールドカップ期間中も本来の、トヨタ・スタジアムが用いられ、英語名称のわけである、トヨタ・スタジアム等の名称にはなっていない。市役所や駅、トヨタ市駅、新トヨタ駅などのある、市中心部からは、矢作川を挟んで東側に位置する。 市中心部から矢作川を越える際には、豊田大橋、または、くすみ橋を渡ることになる。地下2階、地上4階のスタンドが、ピッチの周囲を囲んでいる。座席は、全席戸席で、メインスタンド12,045席、バックスタンド14,632席、両、サイドスタンド合計18,323席の、 計4万席席の客席数を有する。このうち、両、サイドスタンドの2438席は、稼働席で、メディア席を除いた、固定席は42298席、内社一席228席である。サイドスタンド一階稼働席は当初集客の見込める、国際試合などに限って使用されてきたが、2006年シーズンより、名古屋グランパス主催試合においても、 ホーム側、N スタンドのみ使用されるようになった。しかし、全2列は安全性や円滑な試合運営等の観点から立ち入りは制限されている。2018年からは観客動員が見込まれる試合ではアウェー側も使用されるようになった。なお、天皇杯など他の大会で東京儀場が使われる場合は、ホーム側も可動席は使用しない、天杯は 愛知県サッカー協会の主観であるため、グランパスが登場する試合であっても、例外なし。メインスタンドの1回コンコースは、スタジアムギャラリーがあり、名古屋グランパス関連の展示を行っている、原則として J リーグ試合日のみ入場を可能。大型映像装置装備は、南北のサイドスタンドにあり、北スタンド側、ホーム側は、可動装置付きのため、 イベント時にメインスタンド近くまで移動が可能。南スタンド側、アウェー側は2019年にラグビーワールドカップ開催に合わせて設置された。入場ゲートは全部で10カ所あり、そのうちメイン及びバックスタンドには3.4階席への直通ゲートもあり、退出時及び観客数が見込まれる試合の入場時に利用される。スタンドは掘り下げ式であり、 入場ゲートから入ったところは1階席の最上部となる。このうち10番ゲートはグランパスの OB で元監督のドラガンストイコビッチの功績を称えピクシーゲートと名付けられているピクシーはストイコビッチの愛称10番は代表でもグランパスでも彼の不動の背番号であった。現在も彼のガッツポーズをモチーフにした装飾とピクシーゲートと書かれたゲート看板が残されている。 なお、ストイコビッチがこのスタジアムでプレーしたのは、会場直後に行われた引退記念試合の一試合のみである。115メートル78メートルの天然芝ピッチで、2009年には本スタジアムで使用する天然芝の農地が豊田市内に作られた。競技場の芝を地産地消で賄うのは日本で初めての試みであるという。 2019年6月17日から21日にかけてラグビーワールドップ日本大会に向けて芝生の張り替え作業が行われたが、この芝生は宮城県山本町の東日本大震災の津波浸水区域で育てられた通称復興生を利用している。幅 76cm、長さ 10m のロール状、芝1200本を利用している。 ピッチ上空には、天幕、天都式構造の可動石屋根を備えている。国土交通省の規定により、毎秒10メートル以上の風速が記録された場合は、天井からの落下物が発生する恐れがあるため、屋根を動かすことができないとして、実際2014年8月9日の名古屋グランパス対鹿島アントラーズの試合では屋根を開けた状態で、試行した事例がある。 また2007年11月、屋根の開閉部分に故障が見つかり、修理に10ヶ月の期間を要すると発表された。これにより修理が完了するまで、天候の状況に関かかわらず、屋根が開かれた状況で、イベントが行われたもあった。2015年度以降は、原則として屋根を開けたままとすることとなった。これは、屋根の修繕費や維持費が2032年度までに、 約109億円がかかるとしており、2015年度からは、経費削減の一環として、屋根を原則開けるとしており、開閉屋根の撤去も検討しているとされている。愛知県では、1989年に、刈谷氏が5万人収容で、国際規格のサッカースタジアムの建設を計画していた。また、同時期に2002年に開催予定の FIFA ワールドカップ。 w 杯を日本に誘致する計画が浮上。愛知県でも開催地を誘致する動きが活発化した。愛知県内では1992年7月13日にカリ氏が正式に誘致を表明した。名古屋市でも誘致の検討が始まり、1993年1月14日に立候補を表明した。立候補時は 水保公園陸上競技場の増築によってまかなう計画で、同年7月25日にはスタンドを2層構造とするなどの具体案が表されたが、という2点の問題や狭い敷地のために周辺が人で溢れかえることなどに日本サッカー協会が難色を示したため、計画の実現性が低いと判断され、1994年5月9日に水保案の断念が発表された。 続いて、名古屋市南部の大高緑地公園に10万人収容のサッカー専用スタジアム構想を立ち上げ、決勝戦も可能と歌うが、環境保護団体と地域住民の猛烈な反発に合い、計画段階で断念。さらに名古屋ドーム内に天然芝を敷き詰めて開催する案を提出するものの、打つ手をなくした名古屋市としては条件を満たすスタジアムの設置が不可能と判断し、 立候補を取り消す事態に発展した一方、豊田市では1993年12月の市議会で加藤昭一市長が W 俳優地に意欲を見せた。1994年10月24日には、豊田市体育協会、連合愛知豊田地域協議会、豊田商工会議所の代表が、同年8月から10月にかけて集めたサッカー場を、 建設を求める25万4899人の署名を豊田市長、市議長に手渡した。W 俳優地では名古屋市の撤退が発表された後、日本サッカー協会から日本有数の大都市圏で試合がないのは問題である。との意見が入り、1995年1月25日、愛知県が立候補を発表。 同年2月9日に日本サッカー協会理事会で承認された。名古屋市の立候補により表だった活動をしてこなかったカリア市と豊田市の西が立候補に名乗りを上げ、熾烈な誘致合戦を行った。1995年4月12日、愛知県サッカー協会の審査の結果、交通の便や市民の熱意はカリア市が上回るものの、との理由で愛知県は区は、 豊田氏となった。1995年夏に豊田氏の新聞、矢作新報が市民1000人にスタジアム建設の是非を問うたアンケートでは賛成20%、反対40%、どちらでもない37%との意見であった。その後、同大会は日韓共催となることが国際サッカー連盟理事会によって決定する。これにより、 日本側の割り当てである10会場に会場を絞り込むことになった。1996年12月の開催地を決定する投票で、同じ中部県の新潟県が押す新潟スタジアム、現、電化ビッグスワンスタジアムとの決戦投票となり、結果落選した。落選後、設計の見直しが行われ、1997年9月25日に、 収容人数を設計当初の6万3千人収容から4万3千人収容に減らし、開閉式屋根を追加するなどの設計が公表された。一方、スタジアム建設反対派住民らによって結成された巨大サッカー場問題を考える会は、1998年7月3日に、市に対して3万1817人の署名とともに、 住民投票条例制定を求める直接請求を行った同月17日の市議会臨時会で否決された。2001年7月21日、会場記念セレモニーが開かれ、2001人によるテープカットやキロロ、ゴスペラーズ、ザブームによるオープニングコンサートが行われた。その後、FIFA 関連のイベントでは FIFA クラブワールドカップの日本開催時の会場の 一つとして使用されている使用年については、下記年表を参照。2014年の J リーグアウォーズにて、J リーグベストピッチ賞を受賞した。水保陸上競技場と同様、J リーグ開催時のホームアウェー側サイドスタンドは、通常、半分がアウェーサポーター専用、残りがグランパスサポーター専用。 アウェイサポーターが混在している時もあるとなっているが、浦和レッズ戦など、アウェイサポーターの来場が多く見込まれる試合においては、全席アウェイサポーター専用となることもある。また、屋根を開いた状態で試合を行うか閉じた状態で、試合を行うかについては、試合当日の天気の予報により、試合の数日前に、名古屋グランパス公式サイトに発表される。急な雨には対応できず、 その場合は一部の座席が濡れる席となる。なお、先日した通り、防災規定により、風速秒速10メートル以上の際は開閉装置を作動させることができないため、台風など強風が予想される場合は、雨天でも屋根を開けての開催となる。これは、可動屋根がテント式の構造となっており、強風による天井からの落下物や損傷を防ぐために、 国土交通省の防災規定の取り決めによるもの。2015年からは経費削減策のため原則として屋根を開けた状態で行う。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。